方こちら横浜スタジアム、ジャイアンツは首位の中日を 6.5 ゲーム差で追いかける4位につけていますが、今日は横浜太陽に対して苦戦を強いられています。6対2、横浜太陽4点リード。レイノルズ当たりですがファウルで109の盗塁を決めています。まあレイノルズもこれは首位打者の可能性というかね、リーディングヒーターの可能性がいい位置にいますんで ね、おそらくこの右打者でしょうね、問題は右打席ですね。レイノルズ今日3打数2安打、打率を3割2分まで上げましたでしょうね、はい、ちょっとこうゴンザレスの悪いという形でよく似てますんでね。スワン飛び込んだ吉田、これが早打ちですからね。左右間ショート河合です。うまく回り込んで掴んで一塁へ、ヒットがありません。マウンド上はジャイアンツ2番手の吉田、ワンストライク2ボールから4球目、セカンドの左を抜けていきました。センター前に言った途端にパジャレックヒットを打ちました。的な取り方ですからね。そうですね、ノートランナー出た、送った、ヒットが出ればね、言うことないですよね、まあ、だいたいこう年間やっててこういうマウンド上にジャイアンツの3番手木田が上がっています。吉田と同じくこの木田もオールスター後初登板です。今シーズンこれが19試合目の登板、4勝7敗1セーブという成績です。8回の裏の横浜太陽の攻撃、6対2、太陽4点リード、ワンアウトランナー2塁で救援のマウンドに木田が上がりました。このマウンド上の木田も去年は12勝を挙げて今シーズン大いに期待がかかりましたが、その期待誤算となった投手の一人です。木田なんか素材がいいだけに早くこう治ってもらいたいですね。まあ、自分の試合を作る上にこうやってストッパーとして期待される人がこの成績だと、やっぱり試合はなかなか苦しいですね。木田2球目、横浜太陽が4点のリード、なんとか得点上積みを図りたい太陽です。ワンストライクワンボールから3球目、空振りするだけに4点差では落ち着いてはいられないでしょう。8回の裏の太陽、ランナーが2塁1塁ワンアウト、平賀秋元に対して2アウト追い込んでいます。だが踏ん張るか、これも右手っていうのはあんまり意識しない方がいいんですよね。 2-3 フルカウント、バッター秋元、ランナー走った、ライト前の下、長打コースです。バッター秋元はセカンドも蹴った、ランナー2人ホームイン、スリーベース、太陽9点目が入りました。しかし柴田さん、どうですかこの、9点目の、ね、はい、スクイズっていうのはあんまり影響ないと思いますけどね、まあ、実際に勝負的には影響は僕はないと思いますけど ね、ただまあこういう風に、なんて言うんでしょうかね、最後の最後まで勝負っていうのは分からないから、うんうん、1点でもしつこく、ワンアウトランナー1塁で屋敷です。そしてファーストランナー走って横谷、これはアウト、2アウトでランナーがいなくなりました。気に入った横浜太陽、その横谷が2塁盗塁失敗です。2アウトでランナーがありません。あくまでも9点目にこだわりました。その言葉通りに試合を進めています。タイム フォアボール、
して途中からショートに入っている進藤です。最初の打席は三振でした。翌11日はサヨナラ負けはしましたが、その前に一旦勝ち越しのタイムリーヒットを放っています。ツーアウトランナーは一塁でバッターは進藤、ピッチャーは木田、一塁小浜太陽がリードを広げました。9対2バスランナー走った、ヤシもう本当にこう意欲を持って走っていかないと数は増えないし、横浜太陽盗塁7つ目、まさに機動力で試合を進めてきました。早いテンポで試合が進みましたけれども、現在8回の裏横浜太陽の攻撃中、9対2、7点のリードを奪っているところで放送時間。